粒子におけるコリメーターのレイコリメーターとは粒子や波を平行にする装置。日本語では指純機とも呼ばれている。光学におけるコリメーターのレイコリメーターの原理工学機器の製造、調整に使うためのもので完全な平行光線。つまり無限限にある天光源が光源であるとみなせる光線群を作るものである。光学系を構成するレンズやミラーを正確に傾きなく、 組み付けたり、焦点の位置を調整するために使う。焦点の調整とは、使用通りの焦点距離となるように調整することであり、また、どのような対象物に対してもピントが合うように調整することとも言える。具体的には、一般的な望遠鏡やカメラのレンズでは、焦点距離は無限遠にピントを合わせた状態で表すし、かつ、無限遠から近距離までに、 ピントが合う必要があるために、そのような調整が必要となる。十分な精度で調整されていない場合、ピントが合わない場合があるだけでなく、望遠鏡の接眼レンズを交換したり、カメラのレンズを交換することができなくなる。従来のコリメーターは、平行光線を作る、光学系と、対物側に置かれた光源に書かれたパターンを肉眼で確認して調整するものが一般的であったが、近年は、 レーザー光線を使ったものも広く使われている。原子核、または分子線などの実験、測定において、ビームを細く絞ることで、粒子の経路を平行にするもの、蛍光 X 線分析装置などに使う。コリメーターを使用するアメリカ海兵隊員陸上、自衛隊の標準コリメーター2型平行光線が得られることを利用して、重夜砲の直接標準機として使われる場合がある。 小銃であれば、従来の小銃器は、小声、小門、目標の3点を見通すことで小銃していたが、コリメーターであれば、コリメーター内のレティクルを目標に合わせるだけでよく、また覗く位置が多少ずれても正確に狙えるという大きな利点がある。間接射撃においても、下方を設置する際に、方向板等によって射高不要を行った後に方側に設置して、 射撃の際の照準点として使用されている。かつては、標管と呼ばれる棒を1点から見た時に重なるように、遠近1本ずつ刺し、それをパノラマメガネで照準していたが、コリメーターの発明により準備時間の短縮と精度の向上が可能となった。一例として、下方の方針が、方位角、例見るを施行した状態で、下方に搭載されたパノラマメガネを、 右真横の1600ミルに向ける。そのレキクルの中央線とコリメーターの中央線が合うようにコリメーターを設置しておけば、射撃で方針を左右に動かしたとしても、パノラマメガネを1600ミルに向けた状態で方針を旋回させて、コリメーターの中央線を最小順することで方針を0ミルに戻すことができる。射撃する際も同様であり、方針を0ミルの状態から、 50ミルに向けて射撃したいならば、パノラマメガネを定位の1600ミルから1550ミルに向けた状態で方針を動かして、パノラマメガネのレティクルの中央線をコリメーターの中央線に導けば方針は50ミルを指行する。射撃の反動で下方が後退して、コリメーターの中央線が視認できなくなったとしても、コリメーターは平行光線を出しているため、 コリメーターのレティクルに振られた数字が見えていれば、その数字とパノラマメガネのレティクルに振られた数字を一致させて、正確な射撃が可能である。ただし後退の幅が大きくコリメーターの共同内部が完全に見えなくなってしまった場合は、再度下方の射光付与とコリメーター設置が必要になる。またコリメーター内に振られた数字の左右を間違えると、 全く別の方位角を方針が施行してしまう危険がある。なお、1km 先の目標を射撃する際に、方位角を 1m 誤ると断着は1メートルずれ、10km 先であれば1 0メートルずれることになる。コリメーターを、下方から見てどこ、方向に立てるのかは、下方の特性によって異なり、特に決まっていない。陸上自衛隊使用所標準コリメーター2型。 ありがとうございます。